大阪府立堺東高等学校は、大阪府堺市南区に所在する公立の高等学校、全日制の総合学科を設置している。1972年に全日制普通科高等学校として開校したが、2002年に総合学科に改編されている。総合学科では、社会学系列、英語系列、理数系列、スポーツ、芸術系列、医療、 看護系列の5系列を設置し、生徒は各系列から科目を選択して学習する。1系列にこだわらず、複数の系列にまたがって、科目選択も可能である。科目のうち、境学系列は地元、境の地域文化を学び、未来の都市文化を構想する資質を養うことを目的としている。また、医療、看護系列は、募集停止、廃校となった。 衛生看護科の大阪府立白木区高等学校の教育活動の受け入れ先として設定されている。ただし、白木区高校衛生看護科の場合は、準看護師の受験資格が取得できたのに対し、堺東高校総合学科の場合、あくまでも、医療、看護系の大学、短大、専門学校への進学を目指す、科目設置扱いなので、医療、 看護系列の科目を選択しても、準看護師などの看護系職業資格の受験資格は得られない。授業は1年間を前期、後期の2学期とし、半期ごとに授業の単位を認定するセメスター制を導入している。また、1次元を65分間とし、午前中3次元、午後2次元で行っている。2006年以降、知的障害生と自立支援コースを設置し、 知的障害を持つ生徒の受け入れを実施している。ありがとうございます。